こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回は、地名の由来、地名から学ぶ日本の歴史を解説するぜ。地名って当たり前にあるものだけど、由来なんて考えたこともなかったよ。この動画を見ると、特に歴史と関わる地名の由来、地名に関連する日本史の重要事項について詳しくわかるから絶対に見てほしいんだぜ。地名や歴史がもっと面白くなるかもしれないよ。それではゆっくりしていってね。地名は、一定の地域の呼称として、かなり古くから用いられているんだ。町名や通りの名前など狭い範囲から、県名や地方名、そして国名といった広い範囲まで名前が付けられているんだぜ。まだまだ、聞いたことのない地名がたくさんあるんだろうね。地名の由来は、まだまだ研究が続けられている未知な部分が多い領域なんだ。その場所の特徴的な地形から名前を付けたもの、人の名前にちなんだもの、有名な歴史の出来事から取ったものなど、名付けられた理由も様々なんだぜ。ところで地名って、どのくらい前から付け始められていたものなの？遥か昔に付けられたものから、ごく最近のものまで、名前ごとに時期はかなり異なるんだ。そんなたくさんある名前の由来から、特に歴史と関わりがある面白い地名をどんどん紹介していくぜ。お願いするよ。まずは、岐阜県だぜ。岐阜県は、中部地方にある世界遺産の白川郷や飛騨、高山や長良川の鵜飼なんかが有名な場所だよね。由来を説明するには、美濃の国と呼ばれていた現在の岐阜県に、織田信長がやってくるところまで遡る必要があるぜ。戦国時代ということだね。ああ、そういえば井の口という場所を岐阜に改名したのは織田信長だと言われているね。信長は、もともとこの地を治めていた大名で、油売りから身を起こして大名となった美濃のマムシこと斎藤道三と、その息子達興を破り、1567年にそれまで稲葉山と呼ばれていたこの地を岐阜と改名したんだぜ。発展させるために楽市、楽座を出したんじゃなかったかな。今は、楽市霊または楽市、楽座霊とも呼ばれるな。信長は岐阜城と城下町を整備し、岐阜の発展に努め、楽市霊を打ち出したんだ。それまで商売をする際に必要だった税を撤廃し、自由に商売ができるようにしたんだぜ。岐阜の発展にすごく役立ったんだよね。日本にキリスト教の布教で訪れていたイエズス会宣教師ルイス・フロイスによって、その発展ぶりが遠くヨーロッパにまで伝えられるほどの発展ぶりだったと言われているぜ。岐阜の町のシンボルといえば岐阜城だ。信長が築いた城として安土城に並んで有名だぜ。金華山という小高い山の頂上にあるお城だね。今は、ロープウェイで天守まで行くことができるし、上からの眺めは最高らしいよ。信長はこの地を獲得したことを天下への足がかりにするため、行く先を見分ける大きな丘、という意味の岐阜という地名を与えたと言われているぜ。岐阜城のある金華山が小高い山だからってこと。岐という字は岐路や分岐という熟語があるように、分かれ道という意味があるんだ。また、中国の古事で岐山という地を周王朝が起点にして、殷王朝との戦いに勝利したという古事もある。ふの字の訓読みは丘。大きい丘という意味があるんだぜ。なるほど、信長らしい地名の名付け方だね。先見の明があると言われただけあるよ。次は静岡県の焼津だ。東海道本線の駅名にもなっていて、カツオやマグロをはじめとした漁業で有名なところだぜ。マグロ丼が絶品だって聞いたことあるよ。由来を知るには古事記、日本書紀の時代まで遡る必要がある。これらはまとめて聞きとも呼ばれ、奈良時代に編纂されているんだ。天皇を中心とする政治がひとまず安定し、それまで辿ってきた日本の歴史を記録に残そうと作られたものだぜ。確か、神様が日本を作ったというところから始まるんだよね。日本神話が収められている書物でもある危機の中でも、焼津の由来を語るために必要なのは、その中に登場するヤマトタケルという人物だ。ヤマトタケルは父である慶光天皇の命令で、全国各地を平定して回ったと書かれているんだぜ。第十二代天皇、慶光天皇だね。天皇の子供なのに各地を沈めていかないといけないなんて、厳しいお父さんだよ。一説には、ヤマトタケルがあまりにも強すぎたから、慶光天皇は自分のそばから遠ざけておきたかったとも言われているな。しかし、いろいろな作戦を巡らし、各地に存在していた大和朝廷に従わない集団を見事に制圧していき、いわば古代史のヒーローとされていたようだぜ。へえ、かなり強かったんだ。ある時、東国に遠征した大和タケルは、地元のボスである国の宮津子に騙され、海沿いの草むらで火に囲まれて殺されそうになってしまう。しかし、雨の村雲の剣を駆使して草をなぎ払い、火打ち石で火を起こして向かってくる火を逆に相手の方に向かわせ、危機を脱出したんだぜ。おお、すごい、ゲームの大技みたい。草をないだことから雨の村雲の剣は草薙の剣と呼ばれるようになり、さらにその地には草薙という名前が付けられたんだ。
そして大和武が危機にあった海沿いの草むらは、一面火で焼けてしまったことから焼津と名付けられたと言われているんだぜ。草薙の剣は三種の神器の一種だね。一面焼けてしまっているから焼津の焼きの方はわかるんだけど、図はどんな理由で付けられたの？剣は港という意味があるんだ。戦いの場が海沿いだったから、焼けた港で焼津ということだぜ。なるほど。大和武関連で付いた名前は焼津以外にもある。千葉県の木更津、袖ヶ浦は大和武が読んだ歌に由来しているし、疲れ果てて足が三重に曲がってしまったようだ、といったことから三重が付けられたとされているぜ。わあ、そんなあるの？全国を回っていただけに、まだまだゆかりの地名がたくさんありそうだよ。大和武は、九州から関東まで全国に遠征しているんだ。これはこの時代に勢力を広げた大和朝廷の範囲と似ているんだぜ。大和朝廷と関係があるってこと？一連の神話は大和朝廷が各地に勢力を拡大していったことを暗示している可能性があるとも言われているぜ。大和武は、各地に遠征していった大和朝廷の軍隊の象徴だって感じだな。ふむふむ、聞きは単に昔の話をまとめたものなのかなと思っていたけど、地名の由来だったり、大和朝廷だったり、いろいろな謎のヒントが散りばめられているのかもしれないね。ここからは、東京にある地名の由来だよ。その前に、大元となる地名東京の由来についても紹介しておくぜ。よろしく頼むよ。1867年に第15代将軍、徳川慶喜が政権を朝廷に返上し、260年以上続いた江戸幕府が終わりを告げることになる。大政奉還のことだね。翌年には東京遷都で政治の中心が東京に変わり、それまでの江戸を改め東京と名付けられたんだ。東京は東の都という意味だぜ。その後、発展して現代では日本最大の都市に成長したんだよね。そんな日本最大の都市、東京にある地名の由来をいくつか紹介するぜ。東京の地名、一つ目はお台場だぜ。お台場かー、フジテレビやデックス東京ビーチ、商業施設も多いから東京の観光スポットとしてみんなが知っている人気の場所だよね。由来をたどるには幕末、1853、嘉永6年まで遡る必要があるぜ。1853、嘉永6年といえば、黒船来航かな。正解だぜ、太平の、眠りを覚ます、蒸気船、たった4杯で、夜も眠れず、という歌が読まれるくらい、いきなり4隻も巨大な黒船が到着して当時の人たちは、相当混乱していただろうな。幕府の人たちは慌てていたけど、市民は歌を読んだりペリーの似顔絵を描いたり、結構楽しんでた、なんて話も聞くよね。ペリー一行は、アメリカ大統領フィルモアの国書を持って、日本に開国を求めにはるばるやってきたんだ。日本側は対応に追われることになるが、その一つとして沿岸防備を固めた方がいいという意見を受け入れることにしたんだぜ。黒船がすんなり到着しちゃうくらいだから、無防備すぎだって言われたのかもしれないね。そこで、江戸を防衛するために設置されたのが江戸湾に向けた砲台だ。その砲、台を置いた場所を台場と呼んでいたんだぜ。あ、わかったような気が。そのうちの一つがお台場として残ってるってことかな。いくつか設置された台場のうち、第三台場が今のお台場なんだ。お台場は黒船と深く関わった地名ということだぜ。東京の地名、二つ目は銀座だぜ。言わずと知れた東京を代表する繁華街で、高級商業地の代名詞だね。実は、他にも戸越銀座、目白銀座など銀座がついた地名はたくさんあるんだぜ。そうなの、銀座にあやかってつけたのかな。そういうところもあるかもしれないが、それだけじゃない。なんと、銀座や銅座なんて地名まであるんだ。え、そうなの、そういえば銀座商店街なんてところが広島にあったような気がするよ。なぜ、銀座だけでなく、銀座や銅座という地名まで存在するのか。それは、貨幣を作る場所だったからなんだぜ。そうか、お金を表す金、銀、銅ってことなんだね。江戸時代は三貨といって、金貨、銀貨、銅貨が流通していた。それらを鋳造し、流通させる場所をそれぞれ金座、銀座、銅座と呼んでいたんだぜ。なるほど、東京以外でも銀貨を作る場所なら銀座が、金貨を作る場所なら金座が地名に残っているってことなんだ。硬貨を作ることがなくなった今も、地名として残っている場所があるってことだな。ちなみに江戸に金座だった場所の跡に残っているのは、あの日本銀行だぜ。へぇ、地名に金座は残ってないけど、貨幣を作るっていう仕事そのものが残っているパターンもあるんだね。面白い。ちなみに、こういった歴史の貨幣関連は学校の試験によく出るから、いろんな意味で押さえておいた方がいいポイントだぜ。地名の由来を絡めて覚えると忘れにくいかもしれないよ。東京の地名、三つ目は紀尾坂だぜ。国民的アイドルのグループ名みたいな地名だね。東京には〇〇坂という地名が結構あるんだ。
その中でも面白い由来を持つのが清田区にある清居坂なんだぜ。なになに、どんな面白い由来があるの？江戸時代までは清水坂と呼ばれていたが、坂周辺には大名の江戸藩邸が多く、坂の南側に紀州徳川家、北側に尾張徳川家、彦根藩井家の屋敷が建っていたんだ。要となる三家がある坂道ということで、一文字ずつ木、お、い、を取って清居坂と呼ばれ始めたんだぜ。ふむふむ、木と尾張といえば御三家の二藩、井伊氏の彦根藩といえば譜代大名の筆頭。確かに、こんなに大物の邸宅が密集している場所は珍しいんじゃないかな。清居坂も江戸城も千代田区にある。江戸城に近いところほど有力な藩の屋敷が置かれていたってことなんだ。ちなみに江戸城があった場所は現在の皇居だぜ。そういうことなんだね。あれ、そういえば清居坂って何か歴史的な事件が起きた場所じゃなかったかな。清居坂の変のことだな。当時政界でナンバーワンの権力を誇り、明治維新の立役者の一人とも呼ばれた内務卿大久保利通が暗殺されてしまった場所だぜ。西郷隆盛と並んで、明治維新に尽力した優れた10人、維新の実決に選ばれるほど活躍した政治家だよね。清居坂の変の地名にそんな由来が隠されているなんて、今まで全然知らなかったよ。東京の地名、最後は八重洲だ。この地名には、ちょっと変わった由来があるんだぜ。東京駅の西側が丸の内、東側を八重洲。東京駅を利用する人にはおなじみの地名だよ。八重洲地下街や八重洲ブックセンターなどにもその地名が使われている八重洲だが、由来はなんと外国人が関係しているんだぜ。日本の地名に外国の人が関係しているの？天下分け目の関ヶ原の戦いが起こった1600年の少し前。実は、日本のその後の外交史に関わる重要な出来事が起こっているんだ。関ヶ原の戦いの前、何かあったかな？現在の大分県である豊後沖に、南蛮船のリーフで号が漂着したんだぜ。乗っていたのは、イギリス人航海士のウィリアム・アダムズとオランダ人の水先案内人、ヤン・ヨーステン。二人は漂着直後、海賊と決めつけられ罪人のように扱われてしまうが、世界情勢をこと細かに知っていたことが功を奏して時の権力者、徳川家康に気に入られることになるんだぜ。あれ、徳川家康って外国人とかキリスト教とかあんまり好きじゃなかったんじゃないの？確かに、当時日本で布教を進め、その基盤を確立しつつあった、スペインやポルトガルのカトリック勢力を家康は快く思っていなかった。信長は新しいもの好きで外国に寛容だったが、秀吉や家康はそうではなかったからな。だが、やってきた二人は、イギリス人とオランダ人なんだぜ。スペイン人でもポルトガル人でもないね。その頃、イギリスやオランダは、スペイン、ポルトガルと仲が悪かった上に、カトリックと相性が良くないプロテスタントだった二人は、家康がちょうど気に食わないと思っていたスペインやポルトガル、カトリックについて、よく言わなかった。その上、世界情勢に詳しかったから気に入られたってことなんだぜ。お互い意見が合っちゃったんだね。そうして、二人は家康の下で働くことになった。ウィリアム・アダムズは名前を日本風に三浦安仁、ヤン・ヨーステンは中国風にヤヨースと改名。この改名されたヤン・ヨーステンの名前やヨースが八重洲の由来なんだぜ。ヤヨース、ヤヨースって言っているうちに、ニックネームみたいに八重洲に変わったって感じなんだろうね。地名に付けられた理由は、八重洲の屋敷があったのが現在の八重洲周辺だったからなんだ。八重洲地下街の一角には八重洲の記念像が建っているらしいぜ。そうなんだ。ところで、もう一人の三浦安仁は地名にはならなかったのかな？三浦安仁は、家康の外交顧問として活躍し、横須賀に土地をもらって生涯を過ごしたと言われている。そこに建てられたお墓が安仁塚と呼ばれ、今も京急線の駅名として残っているんだぜ。三浦安仁が由来の駅名まであるの？まさか、土地や駅の名前の由来になるなんて、日本に漂着した時の二人は思っても見なかっただろうね。ここからは、西日本代表、大阪にフォーカスを当てて地名の由来を紹介していくぜ。明治維新で江戸が東京に改称されたのは有名な話だよね。大阪城といえば豊臣秀吉の城というイメージがあるから、大阪の名前には秀吉が関わっているんじゃないかな。半分正解だぜ。秀吉は大阪を発展させ、地名を広く定着させた。だが、実は秀吉の登場よりも前から大阪の地名はあったんだぜ。半分、それに大阪の坂が月変の坂になってるよ。詳しく説明するには、秀吉が天下人になる前、織田信長の家臣として腕を振るっていた時期まで遡る必要があるぜ。その頃破竹の勢いで勢力を伸ばしていた信長には、ある強敵が立ちはだかっていたんだ。当時の大阪一帯を支配していた浄土真宗の石山本願寺だぜ。そういえば、織田信長も一度は敗退したくらいの強敵だって聞いたことがあるよ。時代をもう少し遡って、信長らが活躍する100年ほど前、
蓮如という僧が落ち目になった本願寺を再興するため、全国でお文による布教を始めるんだ。お文は、浄土真宗の教えをわかりやすくしたものだったよね。効果は絶大。門徒は増え、次々に寺内庁ができていったんだ。寺内庁とは、浄土真宗の仏教寺院を中心とした町のことで、有名なところで言うと福井県の吉崎御坊や京都の山科本願寺だな。本当は浄土真宗を教わりたかったけど、今までは難しかったっていう人たちがそれだけ多かったということなのかもしれないね。さらに、蓮如は本願寺派の一大拠点を建てるために小高い坂のような地形で、天然の要害のようになっていた大阪という場所を選び、石山本願寺を建造したんだ。ついでに大阪を縁起よく小から大に変えて大阪としたんだぜ。大阪が文献に初めて出てくるのが蓮如が書いた書物の中だから、蓮如が名付けたというのが有力と言われているんだ。へえ、初めは大阪だったんだね。その後も本願寺の一派は拡大し、権力者たちに属さない姿勢を貫くが信長を止めることはできず、1580年に崩壊。石山本願寺は消失してしまうんだぜ。ここまでだと坂が違う大阪のままだね。石山本願寺崩壊後、信長も攻略に苦戦した厄介な地形であるこの場所に城を建てるのに、ぴったりだと目をつけた人物がいたんだ。その人こそ豊臣秀吉なんだぜ。なるほど、ここで秀吉が登場するんだね。秀吉は、信長の安土城を超える城を築こうと意気込み、この地に難攻不落の大阪城を築き上げたんだ。その後、大阪の陣で徳川幕府によって秀吉の大阪城は失われたが、江戸幕府の力の及びにくい西国を監視する拠点として、大阪城は再建。大阪は商業都市として引き続き大きく発展したということだぜ。あれれ、まだ大阪の坂が土片のままだよ。実は、江戸時代頃まではずっと大阪の表記が使われていたんだぜ。だが、坂の字は土に変えると書くから縁起が悪い、とされ代わりに、小里編の坂の字が定着していったと言われているんだ。そうなんだ。大阪と長い時間をかけて、今の大阪という地名になっているんだね。ちなみに、大阪には、難読地名だったり、他にも面白い地名の由来がたくさんあるから、調べてみると勉強になると思うぜ。大阪の次は、越後の国新潟県の上越に関する由来だぜ。上杉謙信や直江兼続が活躍した場所として有名だね。不思議なことに、新潟県の地域区分では、上越より北側の地域を中越後、さらに北の地域を下越後と呼ぶんだ。逆になってるね。間違えてつけちゃったのかな？現在の都道府県の大元になったのは、645年に始まる大化の改新で制定された養成国に由来しているんだ。歴史を学ぶとよく出てくる旧国名はこの頃から使われ始めたってことだぜ。行政国は、地方行政区分のことだったよね。地方はこの行政国に基づいた区画に基づいて整備されていくことになる。各地の政治は中央から送られてきた国司と、地元の有力者軍事が担っていたんだ。また、地方政治の中心地は国府と呼ばれていて、現在残っている国府や府中といった地名は、もともと国府が置かれていたことに由来しているんだぜ。そういえば、国府や府中がついた地名は全国にたくさんあるよ。当時は、都である近畿地方が日本の中心であったため、地方へ向かうとなれば必然的に都が基準となる。都を出発して着く順に、上、中、下や、前、中、後と地域名がついていったんだ。都から西に行くと、近畿地方を抜けて中国地方へ岡山県、広島県の順に通るが、岡山県東部が備前、西部が備中、広島県東部が備後と名前がついている。それと同じ例が北陸でも見られるというわけだぜ。都を出て北陸へ向かうとまず福井県。これが越前の国で、次に富山県、つまり越中、そして新潟県越後に着くってことかな。確かに、このルートだと前、中、後になるね。縦に長い新潟県内でも同じような区分けがされて、南側を上越と呼ぶようになったんだぜ。だけど、千葉県は北部が下総で南部が上総で、この説明じゃ通らないんじゃないかな。同じ考え方で問題ないぜ。なぜなら、当時千葉県に向かう際は陸路ではなく海路が一般的だったからなんだ。なにわの津などから房州に出発した船がまず着くのが南部だからなんだぜ。確かに、海路を見落としてたよ。ちなみに、東京から新潟に伸びる上越新幹線の上越は、上越地方から取ったわけではなく、群馬県の神津家からで越後を通る新幹線、というのが由来なんだぜ。そういえば、上越地方を全く通ってないね。同じ名前でも全く由来が違うっていうのも奥が深くて面白いよ。最後の最後に登場するのは、北海道にある地域の由来だぜ。北海道は、ちょっと変わった響きの名前の地名が多いような気がするよ。県庁所在地は札幌、運河で有名な町は小樽、世界遺産知床、最北端の稚内。
確かに、少し不思議な響きの地名が多い地域だな。これらはすべて北海道の先住民族であるアイヌの人々の言葉に由来しているんだぜ。アイヌ人は、北海道から本州の北部付近に住んでいた民族のことだよね。例えば札幌はアイヌ語の札幌ペって乾いた大きい川という意味だ。大きい川？石狩川のことかな。知床は知床で地層の出っ張った先端という意味。稚内はやむ稚内という冷たい水の沢という意味の言葉が由来なんだぜ。なるほど、その地域をアイヌ語で表したものが地名になっているということだね。面白いものだとフラノはフラヌイから来ているんだ。これは、イオークサイという意味なんだぜ。イオークサイ、フラノはラベンダー畑やスープカレーでいい匂いしかしないと思うよ。スープカレーは、当時まだなかったんじゃないか。他にも、釧路が一説には喉を表すクッチャロだったり、北海道の中部の砂川はオタウシナイという砂の多い川という意味。それを聞いて書き写したウタシナイという地名もあるようだぜ。本当にたくさんの地名がアイヌ語から来ているんだね。地名とその由来を見ているとアイヌ語の自然を表す語彙の多さがわかるな。アイヌの人々がいかに自然と共に生活していたかが伝わってくるぜ。日本の歴史を振り返ってみると、アイヌの人々の生活範囲を狭くしてしまった部分は大きいのかもしれないね。近年ではアイヌの人々への理解が進んできているが、失われてしまったものは多い。特にアイヌ語をネイティブとする人はほとんどいなくなってしまったらしいぜ。そう考えると、アイヌ人やアイヌ語のことをもっと知りたくなってくるよ。北海道の白老では、ウポポイというアイヌ文化を発信するための施設を設けているんだ。アイヌ文化をもっと知ることで、もっと北海道を楽しめるかもしれないぜ。料理もより、美味しくなるかもしれないね。ちなみに、ウポポイは大勢で歌うという意味らしいよ。今回は、地名の由来、地名から学ぶ日本の歴史、を解説したぜ。どうだったかな？地名の由来には、歴史上の人物や古典、当時の人たちの生活まで関わっていてすごく興味深かったよね。地名一つでも背景には歴史的な事実がある。そんな横の流れも大事にすれば、歴史がもっと楽しくなると思うんだぜ。学校では、時代の流れる順番通りの縦の流れで勉強するから、歴史が暗記科目になってしまいがちだけど、いろいろな背景と関連付けて横の流れで勉強すると全く違った面白さが見えてくるのかもしれないね。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポッチしてくれたらテンション上がります。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。